三宅太郎こと三宅樽次は日本出身の柔術、柔道の指導者であり、プロレスラーである。20世紀初頭にイギリスでの柔道の確立に貢献した。日本では不戦流第四代の田辺又江門、大阪の半田屋太郎に支持した。1899年に奈良の学校で柔術の教師として働き始め、2年後には、 神戸で警察の柔道師範に任命された。しかし、1904年に乱闘騒ぎに参加したことが原因で解雇され、ロンドンに渡った。三宅は、ロンドンのショーやミュージックホールをめぐって、柔術の試合を行った。その中で、柔術の現役王者、谷幸男を破ったことで有名となった。その後、三宅は、谷と手を組んで、柔術学校を開校したり、ザ・ゲームオブジュ。 実という本を教著で出版したりした。1908年からは、同郷の上西定一、前田高生らと共に、ヨーロッパをめぐり、グレートガマ,マに挑戦したこともあった。1914年にアメリカに渡った。シアトルを拠点として活動し、充術の学校を設立した。1917年10月20日、三宅はプロレスラーで、 キャッチレスリング選手のアドサンテルと対戦した。三宅は勇敢に戦ったが、サンテルのハーフネルソンスラムを受けて敗れた。プロレスに興味を持った三宅は、エドルイスの下でプロレスラーとして働き始め、トゥーツ、モントやクラレンス・エクランドラと試合をした。百二十八年、三宅は、 アメリカのレスラー3人を伴って日本に帰国し、プロレスの巡業を行った。しかし、当時の日本ではプロレスはほとんど知られておらず、工業的に大失敗してアメリカに戻った。1931年にはハワイで日系人のダンサン流柔術家の七モリ王をスカウトした。1932年、50代になってもまだ、 マディソンスクエアガーデンで試合に出場していた。1935年に死去した。ありがとうございます。